皆さんこんにちは、よろしくお願いします。こんにちは、つむぐ薬局の薬剤師の熊坂と申します。アスリートコンディショニングセンターの鈴木純也と申します。よろしくお願いします。よろしくお願いします。本日はですね、その鈴木純也くんがこの春から新たなチャレンジといいますか、新しい子ども向けの運動教室を始めるというところで、僕自身も子を持つ親として非常に興味がありますので、はい、その内容を少し皆さんにお知らせできるような動画になればなと思っております。ありがとうございます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ちょっと僕の方から質問形式で、はい、この運動教室についてちょっと教えていただければなと思っております。はい、詳しくは概要欄に載りますかね。はい、なので詳しくはそちら見ていただきたいんですけれども、単純に疑問をこう聞いていきたいなと思います。で、一つはその運動教室って形で、開講予定なんですけども、なんでこれを純也くんは始めようと思ったのか、はい、そこら辺をちょっと教えてもらいたいなと思います。はい、一つはですね、まあスポーツをするメリットっていうのはたくさんあるとは思うんですが、その反対に、まあ、未熟な、体の状態で、まあ、早期に始めるっていう風なデメリットも今は言われてはいます。そういった中でスポーツを始める前段階として、まあ、子どもたちの、身体機能を高めるっていう風な目的で始めるっていうことが、1点目ですね。なるほど。またごめんね。そうすると、はい、まあ、要は小学校1年生ぐらいだと大体いろんなスポーツショーでスポショー入って野球始めたりサッカー始めたりとか、はい、空手始めたりっていう子もいると思うんですけど、その前段階としてまず体の基礎を作って、はい、遊びながら運動することでその基礎を作っていくっていうのがまあ一つの目的、ね、そうですね。ありがとうございます。ごめんなさい。二、はい、つ目は、まあ、もう一つはですね、まあ、対象をですね、年中さんから小学4年生まで、にしているんですが、この頃に、まあ、神経系がですね、最大 の、 発達のピークをまあ迎える、まあ、ゴールデンエイジという言葉を聞いたことあるですね、よく使われる言葉なんですが、まあ、その時期にさまざまな運動ですね、身体活動を経験することが、まあ、最終的には、学力に、比例してきたりっていうのもありますし、まあ、要はこう自分の体を自分で操作できるっていうふうな部分では、まあ、まあ、自己肯定感であったりとか、まあ、さまざまな面において体を動かすことのメリットが、とても多い年代だと認識しているので、まあ、そういった部分に対してこう何かサポートできないかなっていうふうな部分が2点目ですね。なるほど、はい、そうするとこのいわゆるこのゴールデンエイジっていう時期に、はい、運動習慣というか、はい、まあ、遊びながらでも昔はね、多分近所のお兄ちゃんたちが自然と遊んでくれてた、 はい、そこでなんとなく獲得してたものが、うん、今ちょっとそのコロナ禍という影響もあってなかなかこうコミュニティが小さく小さくなっていってる中で、こういった場を設けることでそういった土台をまず作ろう。 そうですね、そうするとその時期に神経系の発達だったりとか、ひいてはその学力にまで影響してくる、そのトップアスリートがみんな勉強もできるみたいなものにももしかしたらつながってるって考えていい、うん、 そうですね、そうだと考えますね。ありがとうございます。はい、他にあります？他にはですね、なければ編集できる。いや、まあでももう一個ぐらいでもちょっとありそうではあるので、まあ、怪我しにくいとかっていうのは、まあ、最初のあれか、まあ、そうですね、少しを始める前の土台とか、あとはですね、まあ、どうしても先ほども熊坂さんお話しされてたように近所での遊びっていうのがまあ減ってるっていうのはまあ現状大きいかと思います。それはまあ、まあ、世の中の治安の問題も間違いなくありますし、あとはやっぱりその核家族が増えたことによってやっぱりすぐ家に帰って遊ぶっていう風なアクションを起こせない現状もあるのかなとは思います。まあ、それは子どもたちが低体力になっていることが問題だったりとか、ゲームの時間が長いっていうことが問題以上に、やっぱりそういった環境を、まあ、なかなか作れないことが問題なのではないかなと思っています。確かに、そうですね、親が常に毎日ね遊んであげて、ね、体力作ってあげるとか、ね、運動してあげるっていうことができればいいんだけど、ね、なかなか親も今忙しくてその時間作れないっていうのもあるので、うん、そうですね、なるほど、
そのためにまあ、一役登米市で買おうと、まあ、もし何か、子どもたちの支援ができればっていうふうなところで始めることになります。ありがとうございました、はい、それがまあこの運動教室開校のまあ動機というか、まあ、そうですね、返しました。何聞こうかなと、例えばこのパンフレットに書いてある幼児期に身につけたい36の動作ってあるんですけど、はい、全然36の一つも僕は分かんないんですけど、はい、例えばどういう動作みたいなの何個かあります。それがなぜ大事かみたいなところの話も教えていただければ、まあ、例えば、まあ、体を移動するっていう風な、項目があったりとか、うん、あとは、まあ、物を操作して何かを動かすとか、体だけじゃなく、まあ、何かを使う、そうですね、はい、ただこの動作をできるようになることが目的ではなくて、こういった動作を、まあ、経験して、その中でこう遊びの中で熟練させていく、まあ、そういったふうなことをまあ経験していくっていうことがまあ大事なのかなと思ってはいるので、まあ、その例えばかけっこ教室で足を速くなることが目的とする教室ではなくて、まあ、いろんな動きをしてみるですね。物を投げる、じゃあ投げるときに手と足が一緒に出ちゃうことが技術として教えるのではなくて、さまざまな経験の中で、自分で気づいて自分でそういった動作ができるようになる、まあ、そういったプロセスをサポートできるような場所かなと思っています。例えば、まあ、こういう、はい、まあ、ボールを持って、はい、このボールをどういうふうにここまで移動しましょうとか、そうですね、ここからここに狙って投げてみましょうとかっていうのをプログラムの中に取り込んで、はい、それをまあしっかり理論立てて、まあ、で子どもたちは楽しくできるように、まあうね、いつの間にかそれを獲得する、 そ, うです、ね、その動作を経験するっていう風なところです。経験するっていう、はい、獲得っていうのはあくまでも結果なので、なるほどなるほど、そのプロセスの段階を、まあまあ、こういろんな要素を用いながら、経験していくっていう風なところになりますね、はい、下手したら小学校までボール1回も投げたことないっていう子もまあいるかもしれない。ボールじゃないものは投げてるかもしれないですけどね。なるほど、はい、ただでもそれがボールである必要はスポーツであればあるんですけども、なるほど、必ずしも石でもいいかもしれないですね、外であれば。まあそういったこう経験っていうものを、まあ、少しこう、まあいろいろな理論をもとに、まあ、サポートしていくっていうふうな形ですね。それ今までは僕らは無意識に遊びの中でやってきたけど、そうですね、安全に遊びましたからね。ないので、ああないというか減っているので、作りづらいので、はいですね、それを、まあ、理論的に分解した、はい、しっかりしたプログラムの中でそれを体験させていく、うん、そうですね、それがしっかりした子どもの神経系 の, 発達につながっていくと。そうですね、やっぱり感覚の刺激を入れることで、まあ、その脳みその神経ネットワークというものは作成されるので、やっぱり感覚の情報を入れるということがまず第一歩になるので、うん、なるほど、まあ、そういった部分ではその感覚統合と言われるふうなものの要素を取り入れたりとか、うん、まあ、そういったものを取り入れながらこうしていく、まあ、なのでここに行ったからかけっこ一番になれるって言うとみんな一番になっちゃいますし、 まあ、なのでこう、まあ、要は普通に走れるとか普通に、まあ、例えば誰に教わるわけでもなく木登りができたりとか、要はそういう体を動かすこうコツみたいなのをこう見つけやすいような、なんて言うでしょう、まあ、難しければ脳みその状態をちょっと作っていくようなサポートができればなっていうふうな、はい、やってみる第一歩として、まあ、こう小さい時期からその経験をいろんなパターンの経験、ね、動きのパターンを積むっていうこと、はい、まあ、それをまあ、やってみようっていうことですね。そうですね、どうしてもやっぱり正解を求めがちな世の中ではあるんですけど、まあ、これをやったからこうっていうよりかはさまざまな経験をしていく中で本人が試行錯誤の中で自分の中でこう生み出していくっていうふうなプロセスも経験してもらえると嬉しいですね。なるほど、はい、まあ、ジンヤ君がいつも言ってるその運動の中でその体験、はい、感覚の刺激入れることと、あとスポーツを通して社会性、はい、その運動を通して社会性が身につく、はい、子どもの発達にはすごい必要な条件がこの体操運動教室には、はい、まあ、その基礎が入っているんじゃないかということで期待して、はい、と信じてます。なるほど、はい、いやぜひこのぐらいの子を持つお子さんを持つお父さんお母さん方たくさん登米市にもいらっしゃると思うんですけど、まあ、そういった気になる方もしいらっしゃいましたらぜひ概要欄から、いつぐらいの開校予定でしょう。
一応4月中を予定しています。なるほど、はい、まあ、情報は随時発信していくと思いますので、はい、気になる方はぜひチェックをよろしくお願いします。よろしくお願いします。本日はいろいろ教えていただきましてありがとうございました。ありがとうございました。